はいと、はい、どうも皆様模型パドック、フィールドそして、店頭担当のアカンでございます。じゃあ本日はですねこちらバッテリーのバッテリー、ランキングの方をご紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは早速で第5位からいきましょう。はい、第5位がこちらですね、東京マリー製のトップモッドバッテリーニッケル製素でございます。まあね、東京マリーさんのニッケル製素って言えば、皆様次世代電動ガンに使われるバッテリーだとご存知かと思いますね。でこちらなんですけれどもすごいですね、やはりそれ専用の設計にされてるっていうことで、ソップモッド系のバッテリーを使うもの、こういうバッテリー使うものに関してはスルッと入るんですね。そのまま専用だからね。専用なんです。なのでこれはねもう一番、いいかな。これは人にもよるんですけれども、その楽ちんに入れたいなって方、楽々入れたいなって方なんかはこちらのバッテリーを非常におすすめしております。一番最初はね、これ使ってみて、これでちょっとなんかパワーが足りないなとか、ちょっとこう不具合がね、当てるな、ロックしちゃうなとか、そうですね、だと他のリポバッテリーとかね、進めることはあると思うけど、まずはこれちょっと使ってみてくださいなと、じゃあこれが第5位でございます。じゃあ続きまして第4位でございます。第4位はこちらです。オプションナンバーワンの 2200mAh ミニ S タイプのリポバッテリーでございます。さっきと違いましてリポバッテリーとなっております。こちらですね、まず特筆すべきは、このサイズなのに、この 2200mAh すごい大きい容量、こちらを、この小ささでちゃんと出してるっていうのがすごいところです。でオプションナンバーワンさんって言ったらやはり、バッテリーメーカーだとかなりこれも古いメーカーなのかなって、ね、僕は思うんですね。でこれなんかほら大体ミニ S タイプっていうといろんな順に入るんです。東京マリーさんも入りますし、あと海外製のメーカーでも結構ミニ S 使ってるメーカー多いので、僕はこのミニ S 選ぶんだったらまずこの 2200mAh がいいんじゃないかなって思います。なるほど、はい。そういうところでね選ばれているのかなと僕も思いますので、こちらもぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。じゃあこれが4位でした。続きまして第3位、G&G 製の 800mAh、 こちら 11.1V のこちらミニスティックタイプですね。でこちら G&G さんが出してるんでちょっと高いんです。まずお値段が5021円、ちょっとお高めなんですが、こちら G&G さんが出してるってことに意義があります。こちら G&G さんの銃と同じように、G&G さんの保証が受けられます。なるほど、保証がまずバッチリしてるってことですね。あとは特に G&G さんの銃なんかに、11.1V 使う銃結構多いと思います。その銃に組み込むのにすごい適したなるほどね、バッテリーだなと。最近多いですよね、カスタム銃とかで 11.1V にしたりとか、あとはもともと 11.1V で売ってたりの仕様でね、それが推奨されてて、それより低いってちょっと動きが悪いとかね、あるんだけど、このサイズがですねすごい的確でして、特に M4 系、プレデターとかワイルドホッグとか、そういう銃にすごいぴったり入る、合わせてねやっぱ作ってるんだね、GG さんがね。なのでぜひ G&G の銃をご購入された際はこのバッテリーをおすすめいたしますので、よろしくお願いいたします。ではこちらが第3位でございました。続きまして先ほど登場しましたオプションナンバーワン製の、こちらがセパレートタイプの 1300mAh 7.4V、こちらでございます。さっき5位の時に、次世代電動ガンにソップモッドバッテリー入れてください、これもおすすめですよって言いましたけども、こちら別のアダプターを組み合わせることによって、次世代電動ガンとかにも使えるんです。また次世代電動ガン以外の例えばハンドガードとかに、バッテリーを込めるものとかにはすごい、こちらがフィットしてるモデルになります。ちょっと狭くて入りづらいなとか、大きいバッテリー入らないなっていう時にはこれセパレートしてるから、そうなんです、二股になってるのですごい入れやすいバッテリーになります。かつ容量も 1300mAh と十分に確保してますので、こちらもすごいおすすめのモデルとなっております。なるほど、ではこちらが第2位でございました。第1位が、こちらです。G-Force というメーカーのこちらがミニスティックタイプ、こちらも 1300mAh となっております。でこのタイプさっきもミニスティックで出てきたんですけども、やっぱ 7.4V ということですごい薄いんですね。なるほどね、こちらもさっきのセパレートタイプのバッテリーと同じように、入れるスペースがすごい小さい銃でも入れやすい最近流行りのバッテリーのサイズだと、
なので M4 のストックチューブに入れたりとか、うんうん、そういう時にもすごい重宝するバッテリーとなっております。はいはいはい、かつ価格が少しお安めになってます。はい、3168円。おかなり、この容量でもお買い得なバッテリーとなっておりますので、うんうん、ぜひこちらもチェックしてください。なるほど。はい、はい、では今回ね、はい、あのバッテリーちょっと一応売れ筋5000円でね、ベスト5でやってもらったけど、あの10によってね入る入らないがあるんで、はい、もちろんねわからない場合はこれ入りますかってのねお店の方に聞いてもらうとか、はい、してもらえればすぐ、そうです、アカンが答えます。アカン以外にも店頭スタッフが答えますので大丈夫、はい、大丈夫です、大丈夫、ね、バッチリです。よし、はい、ではご購入は模型パドックでどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではバイバイ。